アルターマンです。今まで私のドイツ戦車コレクションをいくつか紹介してきましたが、いずれも珍しいものが中心でした。で、そろそろですね、ガチのスケールモデルを紹介しないとスケールモデルファンに見放されるかなと思って、今日紹介するのがこちらです。1/35スケールの完成品、まあ、ミニカーですね。ドイツのミニチャンプスというミニカーメーカーが出したティーガー1型です。で、ミニチャンプスは、まあ、レーシングカーとかのミニカーで有名なようですが、まあ、一時期ですね、何を血迷ったのかミニタリーモデルも出していたのです。いたのですというのは、残念ながら今この1/35シリーズはやめてしまったようで、今ミニチャンプスのウェブサイトを見てもですね、この1/35のミニタリーシリーズは出てきません。代わりにですね、1/220のレジン製の軍用車両シリーズしか出てきません。で、このミニチャンプスの1/35シリーズのティーガー1型、塗装が違うバージョンがあります。メーカーのウェブサイトには載っていないので、アメリカの、オークションサイト eBay 等を検索して他の塗装バージョンを、確認してみたら次の通りです。まず、三色迷彩バージョン、まあ、なかなか迫力ありますが、私としてはやはりダークイエローの面積が多い方がドイツ戦車という刷り込みがあるので違和感があります。まあ実際に存在した車両の塗装なんでしょうけどね。で、もう一つが、ジャーマングレーの字にレッドブラウンの縞模様、これも結構違和感ありますね。実際に存在していたのかもしれませんが、ちょっとあまり今まで見たことはないという点もあります。ということで、私はこのダークイエロー単色の、塗装バージョンが一番のお気に入りです。それでは詳細に見ていきましょう。まず、重さなんですが、よいしょ、なんとですね、981g、 1キロ近い重さがあります。これに、比べてですね、以前も出したあのタミヤのプラモデルを組み立てた、マスターワークスコレクションの1/35のティーガー、まあこれもあのプラスチックだけじゃなくてある程度のウェイトは入ってると思いますが、これは 372g ですから、まあ3倍近い重さがあります。まあこれ砲塔とそれから車体は金属だと思いますね。この辺もそうかな。で、まあ一部砲身もそうなのかな。一部はあの樹脂製のものもあると思うんですが、この辺とかそうかもしれませんな。まあでもやっぱりこの車体と砲塔が金属製ということはやっぱり相当の重みになるということです。はい、可動箇所は、まあ、砲塔が旋回することと、あとまあ四方が上下すること、それとまあ、キャタピラは動かそうと思えば動くのかな。はい、ただこうちゃんとあのこう天輪がですね、ちゃんとサスペンションが入っていて、こうやって、デコボコのところで、上下するようになります。
で、まあこれはあれですね、ティーガー1型の後期型ですね。まあ天輪側の金属製、金属製といってもですね、実はこの真ん中の軸の周りには、小さいゴムの輪っかが入っているらしいです。それからまあ後頭上のこの社長用キューポラ、これがまあ円筒形ではなくて、ちょっと丸っこくなって上にこうレールがついているもの、あとはまあ、このライトが一つしかなくてこの真ん中についているという点、それとこの、手法の棒順といいますが、ここのところがこう出っ張っているというところ、それとまあ車体のこう後ろの部分にエアクリーナーがついていないということで、まさに、後期型を、モデルにして、作ってあります。でまあさすがにまあドイツのミニカーのメーカーだけあって、細かいところまで本当によくできていると思います。ここについてるこれ、これ確か消火器なんですよね。そういうものまでちゃんとついていますし、このここのなんかこのエンジンルームのところのパネルを上げたりするレバーなのかな、こういうののところまで再現されています。で、ただですね、一点だけ、ちょっとおかしなところがありまして、皆さんお分かりになりますかね。それはですね、ここ手法の棒順なんです。この右側、向かって右側に2つ穴が開いてるのは、これは手法の照準器の、穴ですね。で向かって左側ですね、穴がないんですよ。で本来はここに同軸機銃、まあ手法と同じ武器に据えられた機関銃の発射口があるはずなんですが、このモデルはないんですよね。で、ちょっとそういう型のティーガーもあったのかなと思って、でいろいろですね、参考文献を見て調べてみたんですが、手法同軸機銃がない型というのは見つかりませんでした。まあそもそもですね、手法の同軸機銃は、まあこの車体前方の、機銃とともにですね、まあ近寄ってきた敵の歩兵を攻撃するのに有効な武器ですから、でまあ前方機銃はこう前方しか撃てませんけども、手法の同軸機銃は、まあ、砲塔を向きを変えれば、全周撃てますから、まあ、それがこう、搭載されていないというのは考えられないので、これはちょっとメーカーの惜しいミスなのかなというふうに思います。まあ、ただ、その点を、除けばですね、もうとにかく全体的に、素晴らしいディテールで、しかもなんかがっつり重さもあっていかにも戦車らしいということで、お気に入りの、一両であります。ただまあその分値段も高いんですよね。私がこれを買ったのは、2002年、まあ、今から20年以上前ですが、その時もですねヤフオクで1万円ちょうどで落札できました。でまあ今は製造中止になっていることもありますから、もっと値上がりしているというふうに思います。はい、ということで、今日はミニチャンプのミニチャンプスかの、35分の1ミリタリーシリーズのミニカー、ドイツ軍のティーガー1型後期型の紹介でした。以上です。
うん。